今日はゼロキーでレッスンしますが、こっち側はマイナス2キーでレッスンしております。ゼロキーだとちょっと辛いかなという方はですね、全然下げてちょうだいね。で、歌いやすい、うん、とっつきやすい、うん、覚えやすい演歌です。閉まる扉が指をほどき、別れをせかすベルが鳴る。愛しながらもこの街を離れることを、どうか許して。ここまでがまあ前半ですけど、前半だけどだいぶ半分より食い込んじゃって、もうすぐと終わっちゃうみたいな感じですけれども、すごくシンプルな作りです。あとはね、チャ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 ってこういうリズムの歌っていうのはすごくリズム乗りやすいので、あんまりね、あ、早くなっちゃったらどうしようとか、あ、遅れたらどうしようとか、あんまり思わなくてもいい歌なので、安心して歌えると思います。別れの、今まさに別れますっていう風景歌ってますね。閉まる扉っていうのは何？そうね、愛着駅っていうタイトルだからは電車の扉だろうなとは思いますよね。別れをせかすベルが鳴るということで、まあ電車に乗る方はどっち、見送る方はどっちっていう感じになるんですけれども、離れることをどうか許してって言ってるから、女の人の方が電車に乗っていく人ね。で、男の人の方が電車に乗らないで愛着駅に残る人の方ね、っていうことになってます。愛しながらも離れちゃうっていうのはどうして離れなきゃいけないのかなっていうのが私の中の素朴な、疑問なんですけども、なんか何でしょうね、就職するためとか、なんか留学するためとか、あとお家の事情とか、いろんなことがあるのかな、分かんないけども、愛し合ってんのに別れなきゃいけないというね、ロミオとジュリエットみたいな感じです。まあ、こういうのが一番こう絵が綺麗だね、うん。で、ポイント、閉まる扉が、こういう、まあ閉まる、登って扉でこう降りてじゃないですか、こういう登って降りてみたいなね、メロディーを、まあ細かいですけどね、歌う時はの山の稜線の標高低い音を歌う時が割としっかり歌って、しっかりというか普通に歌ってて、標高高いところ、山の上の方に来た時には歌声を軽くするとすごくいけた歌い方になります。閉まる扉がって結構みんな歌っちゃうんだよね。全部平等に出るだけの声全部出しちゃうって、こうやって歌う方多いですけども、しーはちゃんと出すけど、閉まる扉、あら、閉まる扉が、閉まる扉が、ちょっと早いけどね、あ、忙しいけどね、こういう感じで指をほどき、低めの音の時には割としっかり歌ってるけど、別れをせかす、ちょっと上に登ってきたら歌声が軽くなるみたいな感じ、ベルが鳴る、こういう感じ、上行ったり下行ったり、ちょっと上下動よ感じで歌ってください。で、これを練習するにはゆっくりやるのが一番いいやね。閉まる扉が指をほどき、こういう練習すると歌い方、ああなるほどね。で、確かにそうやって歌えるようになると、それに歌った方が乗りやすくなります、歌いやすくなります。なので、連打する一つ一つの文字全部同じ圧で出さないで、こう山に、まあ、降りてる、あ、登ってるとか、あ、ちょっと高いとか、あ、低いとことかね、細かければ細かいほど、まあ、それは感じ取るの難しいんですけれども、ぜひちょっと考えに取り入れてみてください。そうやって考えるとね、この街を離れることを、前半の締めくくり、どうか許して、この辺りはほら普通のノーマル速度でやってても
スローじゃない、ちょっと山が大きいじゃない。ドはしっかり歌ってるけど、おーはふわっとしてて、おか許してで着地みたいなね。これね、どんなあの歌もさ、登ったら必ず降りてくるし、降りたら必ず登るので、ふーんってこれそういうことあんだなって頭に入れていくとめちゃくちゃ使えますので覚えておいてください。後半、あなたあなたさよなら、でも忘れない。ほら、波がだいぶ大きくなってきましたから、さっきのやつここぞとばかりにいっぱい使います。それから、あなたあなたさようなら、一回言えばわかんのに、なんであなたが2個あんのってまあそのなんで2個あるかって考えてみてよね。本当に好きな人だから、あなたあなたってこうなんかあのしつこくなっちゃうとか、あとは、あ、もう本当に本当に今まさにまさにさようならであなたが2回思わず出ちゃったとか、あとはあなたっていうのはあのセリフに出したけど、もう一個心の中の叫びであなたっていうのとか、いろいろね、あの考えられると思うんですよ。で、何のアイデアもなく2回あなたあなたって歌うのだけはどうぞお願いしますから、やめてくださいっていう感じです。私からのお願いです。2回出てきたらね、やっぱりちょっとこうつける色を変えてあげる、ちょこっと変える、ピンクと薄オレンジとかじゃなくてもっとがっつり変えた方がね、あの歌聞いてる人には、あ、表現力あるな、引き込まれちゃうなっていうね、感じてもらう力強くなりますから。赤と白とかさ、まあ、黒とかでもいいよね。まああんまり臭いの嫌だったらどうかなと思うけど、あなたあなたとかさ、ちょっとお縛りはね大げさにした方がウケるよウケるよ、うん、全部臭く歌う必要ないけどもね、やっぱりインパクトあるところを作った方がいいと思います。さようなら、さようおならって歌うのは抵抗あるかもしれないけれども、さようならのおの字があんまりでかくならないようにすればいいんじゃないかなと思いますよ。さようならって言えば感じないでしょ。さようならって言うと嫌だよね。でも私こういうのすごい細かいことなんだけど、すごい引っかかるんですよね。でも、でもっていうのはあの強く歌うか小さく歌うかでその人の歌の解釈が変わってくるかな。これ以上話すとなんか長くなりそうなので、このぐらいでちょっとその先言わないでおきますけれども、忘れない、忘れないのいは、いいって伸ばすの大変だから短くてもいいと思います。夢の名残そっと心に、そっとって書いてるからそっとって歌わないでください。一人さん C の、うん、生きてゆくの。夢の名残っていうのは楽しかった思い出ってことですよね。夢って言ってる時はニコッとしてもいいかも、名残もニコッとしてもいいかも、でも最後はちょっとしょんぼりの顔をするといいかなと思いますけどもね。あの歌詞の内容がそんな難しくないので、ぜひ皆さんなりにね、この、うん、まあ、歌詞を手がかりに絵を一枚描くようなつもりで歌ってあげてください。はい、それでは愛着駅小川美鈴さんの歌、今日はゼロキーだけどレッスン CD はマイナス2キー、ジャパン1番通して、ジャパンってなんだか分かんないけど、分かんないけど笑いたいんだ今日は、1番通して一緒に歌ってみようね。1、2、3、はい。閉まる扉が指をほどき、別れをせかすベルが鳴る、愛しながらもこの街を離れることを、どうか許して、あなたあなたさようなら、でも忘れない。
忘れない夢の名残そっと心に一人生きてゆくの あなたの愛着駅はどこですか？ちっ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 ち横浜駅。